法隆寺近藤、薬師如来像光拝名、薬師如来像法隆寺近藤、薬師如来像光拝名は、奈良県伊古間郡架流町の法隆寺近藤に安置される薬師如来像の後輩異名に刻された名文である。第号の近藤薬師如来像を、薬師如来、薬師仏、薬師像、薬師などとも称し、名文の内容が像像の由来であることから、 後輩名を、造造名、造造記とも称す。ゆえに、法隆寺、薬師造造名などと称す文献も少なくない。法隆寺近藤に安置される、薬師如来像の後輩の裏面に刻された九十文字の名文である。法隆寺には貴重な書の遺物が豊富に存在するが、本名文は年を有する、金石文として、法隆寺近藤釈迦三尊造光拝名とともに、特に著名である。 本名文には、法隆寺の創建と、薬師如来像の像像の由来が記され、推古天皇十五年の年を有することから、法隆寺の創建事情に関わる、基本的な資料の一つとなっている。ただし、像の制作年代及び、名文の記された年代を文字通り、推古天皇十五年とみなすことは、福山敏夫の研究以来、否定されており、実際の制作年代は、法隆寺近藤、 中野間本尊の釈迦三尊像より遅れるものとみなされている。本名文の文体は釈迦三尊像後輩名文の46、弁礼文とはかなり異なり、漢文の日本語化が進んでいる。従来、水古城の当初からこのような日本語化の進んだ文章が存在していたとされてきたが、現在では否定されている。ただし、他の異文から、 水古町には日本語文が発生していたことは確かで、ある。本名文は縦二十九点七センチメートルよ、横三点二センチメートルよの範囲に、九十字が五行で、隠刻されている。一行目から順に、十六字、十九字、十八字、十九字、十八字ある。法竜寺近藤、薬師如来像光拝命、池の部大宮寺天下天皇、大恩美、老玉物時、 年市継ぎ日の江馬年。昭和大,大王天皇与太子しかも西岸玉もの和が、第五病太平洋く座ゆえ。昭蔵寺、薬師造作ささぐう佐藤寺。法師作り俯官、昭春田大宮寺天下大王天皇及び、東宮聖王。大名受け、死しかも再次定亡年ささぐ、法隆寺近道。薬師如来像光拝命ようやく文面は、 陽明天皇が病気の時、平和を念じて、寺と薬師像を作ることを誓われたが、果たされずに報じた。後、水古天皇と聖徳大子が遺書を報じ、水古天皇15年に建立した。という趣旨の内容である。本命文はすべて漢字で記されているが、全体として漢文と日本語の文法が混然としており、国文の一体と言える。 このようなかながまだ生まれていない段階の日本語文を、亀井隆は漢字文、吉沢義則は記録体と呼んでいる。古事記がそれにあたる著名なものであるが、それよりも古い本名文にも、すでに漢文の文法から脱出して日本語化しようとする意図が伺える。例えば、造字は漢文式であるが、薬師造作は日本語式になっている。また、大海、老玉の、死、 ささぐのような日本語語順による敬語表記を交えている。本名文の筆者、国者は不明である。書体は痩せた、解書体で、恋もあって封印が高く、東方も鮮やかで筆色のような味がある。また文字は角張っており、天や大の字が左に傾く特徴があることから、初頭の頃の書風と言われている。アスカ時代の書風は、当時、くだらで流行していた。 陸朝諸風に始まり、やがて県随し県東史の派遣により直接、中国大陸の書が流入し、随唐諸風へと変化していく。そのアスカ時代の諸風の変化の恒例として、引用されるものに、北ッ儀章と、金剛上、ダラニ行があるが、北ッ儀章が615年頃の筆跡であるのに対し、金剛上、ダラニ行は、首長元年の年を有する筆跡である。 故に本名文も7世紀後半の筆跡の告示と推定されている。1935年、福山敏夫は論文、法隆寺の金石文に関する二三の問題において、本名文中にある薬師如来像の像像、告示の年代607年を否定しているが、その根拠の一つに、名文中の天皇の子を挙げ、水古城にはないことでそれ以後のものらしく、と指摘している。 水古町には本名分のほか、天授国衆町の名分など天皇号資料が多く存在するが、西野誠一は、その福山の説に次のように賛同している。水古町には、多数の天皇号資料の入れがあるが、次の除名町より、最明町に至る40年近くの間、その資料が全くなく、続く、天授朝以降はまた存在している。 除名朝から斎明朝の間のみ天皇号資料が断絶するという不自然なその事実は、水古町においてそもそも天皇号が存在しなかったことを暗示している。また、福山は同論文において、薬師信仰は天武町に入ってから日本にもたらされたと考えられる。ことから、薬師如来像及び後輩名の年代は、水古町を遥かに降り、天武朝以降のものと考えられる。 と述べている。これについて、上原は、607年当時、薬師信仰が、それほど盛んではなかった。薬師寺創建の頃が、薬師信仰の盛んな時である。と述べ、福山の説を支持している。その後、福山は、薬師如来像の彫刻様式や本名文の書風などの側面から、規定説を補強している。彫刻様式について、上原は、 薬師如来像の顔立ちが、近藤社家三尊像の舗装表に比べると、かなり不可である。アスカ仏の特徴は、そう、白宝仏の特徴は、声であることから、現存の薬師如来像は、白宝文化の様式のものである。と述べている。名文の書風について、ウ住ズミカは、これらの書法にはすでに随当書法の影響が見られ、実際の作成年代は七世紀の末期までに、 下げられよう。と述べている。1979年、奈良国立文化財研究所は、アスカ、白鳳の罪名混同仏を刊行し、その中で、薬師如来像は混同性であるが、その金と金が国字の内に及んでいないことから、中蔵と国字は同時ではなく、と金後の国字であることが判別された。と発表した。これを受けて、沖、森拓也は、 水古町の政策とは判断できないものであることが明らかになった。と述べている。以上のことから、薬師如来像の増像、国寺の年代は7世紀後半、つまり法流寺の再建時に新たに増像され、その後、追告されたとの説が有力である。また、大山誠一は本米文の成立時期を上限が児と朝、下限は天平19年としている。 上限の根拠は、自藤町が初めて天皇号を採用したこと、下限は、法律事柄縁起並びる騎士財町に、薬師如来像の記録があることによる。天皇号の成立年代について、大山聖一は、天皇号における今日の通説的理解は、1967年の渡辺修玄の説で、日本における天皇号は、自藤町が、天武町に対して使用したのが最初であり、それは、 上限元,元年に、党の構想が使用した天皇の称号が伝わった、ものである。と述べている。東の春行は、この、渡辺の説に、大筋でサインした上で、いくつかの補強をし、飛鳥清見原の例において、大王に対応する、大きさが、皇后と改められたのであるから、天皇号も、この時期に正式に成立したと考えられる。と述べ、さらに、天皇号は、 あるいは清見原の例の編纂が始まり、その対抗もほぼ定まったと考えられる。天武末年には使用されていたと考えて良いかも、しれない。と述べている2月から始まり、自当庁において施行された。以上のように、天皇号の成立年代は、渡辺と東野の学説以後、ほぼ天武町内市自当庁と見るのが定説となっていた。が、1998年3月、 飛鳥カ遺跡より、天皇と記された木管が出土し、注目を浴びた。この天皇号木管に年はないが、300点近くの友で木管の中に、交互、日の絵ね、定中の年を有するものが存在する。これについて、西の聖一は、天皇号木管も、天示町末から、天武町初頭頃のものである可能性が高いのでは、あるまいか。この発見によって、 天皇号成立をめぐる研究がさらに進化するものと思われる、と述べている。そして、西野は、その天皇号木管に基づき、天皇号は塔から伝わったとする渡辺の説を否定している。その論法は、天皇号木管を伴いで木管の中で一番後の677年のものと同時期と考えた場合、党における天皇の使用開始が674年であることと、 この時期は、剣闘士の派遣がないことから、この短い年月で天皇号が、党より輸入された、あるいはその影響のもとに採用されたと考えるのは、問題の重大さを考えるとき、いささか無理があるのではなかろうか。都市、さらに、中国において天皇に対応する皇妃の号は、天皇であるが、天皇と合わせて成立した日本の皇妃の号が、皇后であることは、 天皇が日本における独自の君主号として成立したことを示唆していようとしている。ありがとうございます。